こんにちは、アツです。ヨーラベジネ。はい、今回は文学者三島由紀夫の英語。おお、喋れんだ。はい、俺三島由紀夫さんめっちゃ好きなんですよ。もう大学生とか大学院生の時めっちゃ読んでたんだけど。そうだったんです。聞きたい、英語喋れんだ。じゃあちょっと聞いてみましょう。いいですか。はい、聞かせてください。おお、侍の魂についてね。三島 himself had samurai ancestry and he was extremely proud of it. You can easily find two contradictional characteristics of Japanese cultures or Japanese characters. One is elegance, one is brutality. But these two characteristics are very tightly combined sometimes, and our brutality, I think, comes from our emotion. It is never mechanized or systematized like Nazi's brutality. And I think the brutality might come from our feminine aspect, and elegance comes from our nervous side. Sometimes we are too sensitive about refinement or elegance or sense of beauty of such aesthetic side. And sometimes we are tired of it. And we need sometimes a sudden explosion to make us free from it. And for instance, after the war, our brutal side was completely hidden. But I believe it is just hidden, I think. And I don't like the Japanese culture is represented only by the flower arrangement, such a sort of peace-loving culture. We still have a very strong warrior mind in us. I particularly liked Kendall from the sense of beauty, but gradually I found out the traditional value of the Kendall, and it used to be close to the duel, death fighting, and all kind of player wanted to get real experience of the border of death and life, you know. And in samurai tradition, the sense of beauty was always connected with death. And for instance, if you commit harakiri, the samurai was requested to make up his face by powder or lipsticks in order to keep his face beautiful after his such suffering death. めちゃくちゃ英語うまいし、言ってることが本当に面白いと思う。うん、三島由紀夫っぽいね、言ってることね。あ、そうですか。いやーと思う。ブルタリティがフェミニンサイトから来るとか。うん、まあ、なんか、俺が一番面白いと思ったのは、その日本は今ね、平和ボケとか、ちょっと平和とか、その綺麗なこととか、そういう、なんていうの。まあ、問題ない、結構平和じゃないですか、日本が。うんうん、ただ、そういう暴力的な部分もあるけど、隠されてるだけ本当にはあるみたいな、うん、って言ってましたね。すごい、うん、だからこういうね、剣道とか。そうだね、まあそういうところでこう現れてるってことですかね。でも今の日本が特に彼が言ってること多分もっと悪化してると思う、そういう隠されてるの。なるほど。だからこれからどうなるかたまに俺思っちゃうの。おだって本当は日本人が今みたいな平和な人たちじゃなかったじゃん、うん、200年とか300年前だったらね。はいはい、うん、面白い。あと日本の文化っていうのがなんかそうフラワーアレンジメントとかそういう、まあ、そういう平和っぽいことばっかりによってこう表現されるのは好きじゃないみたいな話でした。ちなみに英語なんですけど、うん、英語はめっちゃうまくない？めっちゃうまい。まあ多分お金持ちだったこの人はね、うん、さっきあの侍の先祖、うん、先祖がいたみたいんだけど、多分その時代はお金持ちじゃないとこんな英語うまくならないでしょ。留学したんじゃない？留学したのかな。どうだろう、調べたいんだけど、うん、あのイギリスっぽいの英語が。イギリスが。で、ちょいだけ日本の訛りがあったんだけど。サムライイングリッシュ、ちょっと。サムライ、いや、そういうサムライイングリッシュ。ちょっと待って、調べたい。Did Yukio Mishima study abroad? 書いてないんだよね。そう。
できんのそれ、そのそんな英語できるよ。できる。まあ多分 YouTube とかめちゃくちゃ見てたんじゃない。お金持ちだった。そうそう、今までやってたんじゃない。そう、彼のちょっと英語の特徴とか見たいんだけど、ナチスブルタリティ、なんかブルタリティとかもさ、なんかアートからちょっと日本人もブルタリティ、イギリスと日本の間で、ニックはブルタリティ、ブルタリティ、ブルタリティ、音素が少しずつちょっと日本語っぽいのがある。And I think the brutality might come from our feminine aspect. そう、それはイギリスか日本かどっちかわかんない。多分日本。その、そうだね。Our. いや、だって R っていうじゃん。アメリカで言ったら R をつけて R で、まあ、イギリスで言ったら R、ちょっと三島由紀の、ね、英語ちょっとダメらしい、やめましょうか。いや、だから面白いなと思って、なんかそういう日本人のエレメントもあって、そういうちょっとイギリス、だからブルータリティとかは最後の T とかも発音してちょっとイギリスっぽい。なるね。でもこれもまた、なんかその当時のアメリカ、この人がもしかしたらさ、メディアとか聞くことができた英語って、もしかしたら、そのミッドアトランティック。ああ、そうそう、それもあり得る。でも間違いなく日本のちょっと名前が入ってるんだけど、でもうまくない。いや、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。そうそうそう。そうね。だからこう、まあ、いろんな、まあ、なんだろう、こう、みんなこのレベルだったらね、素晴らしいんだけどね。あの、皆さん、幽谷っていうショートストーリーがあるんだけど、彼が書いたものなんだけど、ぜひぜひ読んでみてください。多分もう20分で終わると思うんで、読んだら。なんか、三島由紀夫が大好き。めちゃくちゃ好き。ファンなんで、結構、彼はどんな人がこのストーリーでちょっとわかる、すごいグロテスクなんだけど、ビューティーも入ってるみたいな、結構複雑な話で面白いです。はい、ということで今回は三島由紀夫さんの英語をね聞いてみたんですけれども、めちゃくちゃ上手だという感じで、今度は織田信長の英語を聞きましょう。織田信長はね、はい、YouTube に、はい、チェックしましょう。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、はい。